海洋は海洋研究開発機構の海中作業実験船、海洋調査船。運航、管理業務は日本海洋事業が行っていたが、2015年12月17日をもって運用を停止した。1971年、文部省の認可法人として海洋科学技術センターが設置された。当時、陸上資源が乏しいという日本の国情を踏まえて、 海洋資源の開発が重要な課題とされていた。特に大陸法開発の推進のためには、新しい潜水技術の確立など、各種研究開発及び海洋調査の実験が進められていた。1972年より、飽和潜水による潜水技術確立のため、シートピア計画が開始された。これは海底に居住区画を設置するものであったが、 この方式では大震度への対応が困難であったことから、戦場に設置された最圧タンクで高圧環境を再現し、海底とは潜水球である水中エレベーターで往復するという SDC、DDC 方式への移行が施行されるようになった。このことから、昭和54年度より DDC を設置するための海中作業実験船の計画が開始された。 海洋科学技術センター内に海中産業実験船検討委員会及び各専門部会構造強度検討会が設置された。これらの技術的検討によって反没水型騒動線形が採択され、1982年9月に三井造船株式会社と建造契約が締結された。後方からの船営本船の最大の特徴が 半没水型騒動線形の採用である。これは、魚雷型をした水面下の一体の没水船体と、水面上の船体と細い二本の足で繋いだ構造であり、通常の単動船と比べて、波浪による船体の揺れが格段に小さいという特徴がある。特に横揺れについてはその差が著しく、波浪段階後程度であればほとんど揺れないとされる。ただし揺れに、 独特の癖があり、長周期のうねりには乗る傾向があることから、実際の運行に際しては注意する必要がある。また、総動線であることから広い看板面積を確保でき、より多くの観測機器を搭載することができる。例えば事故浮上型の海底地震計であれば100個は搭載できる。水中音響機器への影響を低減する観点から、 指揮官には静粛性に優れたディーゼルエレクトリック方式を採用した。交流発電機、交流電動機及び可変ピッチプロペラを用いた、いわゆる ACG クム CPP 方式である。また船内不可用電源も共用化されており、統合電気推進線でもある。ディーゼル発電機会は四セットが搭載されており、原動機は V 型十六気筒四サイクルディーゼルエンジン、発電機は 定格出力1 2 5 0ットである。これらのディーゼル発電機械は、水面上である上簡板に配置されたことから、水中放射雑音対策は不要とされたが、減速器やスラスタは、水面下のロアーハルに配置されたことから、防振指示や歯車噛み合い音の減少などに意が払われている。海中産業実験船という性格上、特に水中エレベーターの要工時には、 精密な操船が必要とされたことから、本船では国産として初めての自動船保持装置が搭載されている。これはスラスタや推進機の水力を制御することで、風浪など外力下であっても定点保持を行うものであった。本船の DPS では、潮流2ノット、風速16ノット、遊戯波高1.25メートルの環境において、 水深50から500メートルの範囲では10メートル、内視水深の5%を半径とする範囲内に、また、水深6000メートルで半径300メートルの範囲内に位置放置する能力を備えている。ただし潮流については、船首方向より20度の範囲から受けるものとしている。このため、船首と船尾に対ずつ、軽発揮のスラスタが備えられている。船体後部。 両原にエアガンの投入、揚臭装置を搭載している。深海調査の要請の高まりを受けて、本船では日本初のマルチビーム音響促進機として、アメリカ合衆国のゼネラルインストゥルメント社製の C ビームの搭載が計画された。これは1回の超音波の発信で16個の高精度の推進情報を得て、海底地形を即座に、等身線図として作図することができるため、 従来の精密音響促進機及びサイドスキャンソーナーなどを用いた手法よりもはるかに広範囲かつ詳細な地形情報を得ることができた。なお実際には海上保安庁が昭和56年度予算で建造していた卓洋が1983年に先行して竣工したためこちらが日本初導入となった重力系や磁力系は搭載していなかった。 また1999年には、操縦破棄は従来の CBM のままで、戦場局を新型の CBM2112 のものに換装する改修が行われた。ジャンステックでは、地震、津波の発生メカニズムの要請から、海底下深部構造探査のため、1994年度でマルチチャンネル反射法地震探査システムを導入した。これは、高圧空気によって、 海中で大きな振動を発生させ、これが海底下数十キロメートルという深部まで達した後に跳ね返ってくる反射波を受け振り、解析することで海底下の構造を探るものであり、海底下深部構造を知るために最も有力な物理、探査法の一つとされている。最初に導入されたシステムは下半式であり、音源となるエアガンは770立方インチ型4本。 受信用のストリーマーケーブルは120チャンネル3500メートル長であった。1995年に元船に搭載されて、日本海溝などでの調査に投入された後、1997年、エアガン容量を強化した上で、同年に巡航した海霊に偽装された。その後、本船と海霊とで連携して、海底下深部構造探査を進めていくことが、 構想されるようになった。この計画では、海嶺が深海部を、本船が沿岸部を担当して、共同して、効率よく探査を進めることとされた。これに合わせて、1999年には、海嶺の MCS システムを強化更新するとともに、本船にも同世代の MCS システムが搭載された。新源部となる、 エアガンは1500立方インチ型8本。これに圧縮空気を送るコンプレッサーの容量は679.6立方メートル毎時140.6。高学気圧、受信用のストリーマーケーブルは24チャンネル、600メートル超であった。また、海底地震計100台体制を目指していたこともあり、沿岸域を分担する関係上から OBS の設置、回収も担当している。 なお、必要に応じて、ピストンコアラー、採抵機、ドレッジの搭載も可能であった。本船は、海中作業実験船であると同時に、遠隔操作型の無人潜水機と SDC、および SDC 上げ構装置によって構成されていた。DEDC は潜水員12名を、収容可能で、2機の主室、副室及び1機の潜水準備室から構成された。 また SDC は三名収容可能で、円筒形、球形の各一機が搭載されていた。いずれも最高内圧三十点八キログラムフォース平方センチメートルまで対応可能であり、また球形 SDC は最高外圧五十一点三キログラムフォース平方センチメートルまで対応可能であった。SDC は通常は看板中央部のセンターウェルから起動式の A フレームクレームによって用を下されていたが、非常時には原則からの着水要求が可能であった。SDC-DDC システムは1985年から着手されたニューシートピア計画での水中作業支援にあたって非常に重要な役割を果たした。しかし1990年に同計画が終了してからは使われなくなり、2000年には 上記のマルチチャンネル反射法自身探査システムの搭載に伴って撤去されている。ありがとうございます。